これは共同通信の数字です、はい、各新聞社の世論調査、まず朝日新聞ですね、安倍内閣の支持率は 41% という数字が出まして、前回5月の 47% から 6% 下落、不支持は 6% 増えて 37%、まあ、昨年夏7月の参議院選以降で最も低い支持率。読売新聞、支持率が 49%、 前回 61% という高支持率か、そうですね、一挙に数字を減らしています。不支持率は前回 28% から急激にアップして 41%、ちなみに読売調査では内閣支持率が 50% を割ったのは昨年の6月以来ということです。もう一紙、毎日新聞、支持率 36%、前回から10ポイント下落、不支持率は前回から9ポイント上昇して不支持率 44%、ちなみに毎日の調査によりますと、不支持率が支持率を上回ったのは2015年の10月以来と、いうことで、まあ、ここの一連のいろいろな疑惑なども生じたことから、各市とも支持率がだいぶこう下がったということです。とんでもない下がり方してますね。毎日のが一致、支持率と不支持率、不支持の方が上回ったんですよね、はいはい、これは安保法制が、この2015年10月から安保法制が通ったのが、はい、2015年9月18日ですから、はい、それ直後ぐらいの状況になっていると、はい、やっぱり相当ですね、今回の国会に皆さんかなりこう怒りをあらわにしているというところだと思うんですけどね、うん、ですね。大谷さんのところの古巣の読売新聞、まあ、もともと前回の支持率 60% 超えですから、高えなと思ってたんですが、今回かなりのダウンということになりました。しかもその不支持の方は逆に13ポイントを増やしているわけですよね、はい、ということからすると、やっぱり相当この安倍内閣の特に国会閉会間際のですね、共謀罪だとか、はい、あるいは賭けだとかっていうことで、はい、今日は朝日新聞がこれほど国民の代表がですね、はい、バカにされた国会はなかったと、うん、まあ、国民の代表といえば当然のことながら議員であるわけですけども、役人がバッコしてですね、はい、内心はもうこんな官邸主導とか言いながら、うん、議員なんてこんなもんだというところでですね、お腹の中で舌を出しているという状況が見えすぎた国会だったんじゃないかと思うんですね。これは通常国会って政治部の記者が振り返る記者の座談会が今日の朝日新聞朝刊に出ておりますが、まあ、この数字の下落の一因となったのが、その、まあ、森友もそうなんですが、今回の加計学園、はい、の問題だと思います。まあ、この中で、文部科学省がこう調査をしたら、出るは出るはいろんな文書の存在が明らかになった、うん、前川前事務次官がおっしゃっていたこと以上にいろんなことが出てきた。じゃあこれは内閣府も調査しようとして調査したんですけども、これは聞き取りだけで終わってしまって、まあ、文書によるその調査をしているわけじゃないということで、文科省 VS 内閣府というお役所同士のこう対立のようにも見えないことはないんですが、いずれにしてもおかしいじゃねえかということが、ことがあまりにも多かった。そうですね。しかも内閣府はですね、その文科省から出向してきてる役人がですね、内通したんじゃないかとか、もうとにかくその省庁間でですね、誰を悪者にするのかと。で、これ将来的にですね、内閣府は官邸にものすごい貸しを作ったと思うんですね。俺たちは黙っててやったからじゃないか、はい、で今回森友があるいは加計の問題で、文科省はですね、前川さんのこともあって、しかも文書のうちですね、18のうち14が存在したということに言われたわけですから、文科省としてはかなりの部分露出させたな。でも内閣府と財務はですね、ほら隠してやったじゃないかと。将来的にこの内閣府の役人と財務省の役人がどういう対応するかというところが見ものだと思うんですね。ですね。この菅さんを含めてですね、この役人たちは、俺たちは今黙っててやったという意識が非常に強いと思うんですね。過信なんですか。そうですね。だからこの政治家たちが順調に力を持っていかなかったら、俺たち何のために隠してやったかわからない。会社でもそうだと思うんですけど、出世すると思ってこの派閥についていったら、あの専務ダメじゃねえかと。どうも社長になりそうもないと。だったらこのネタを次の社長になりそうなやつに売ってやれと、うん、いうことになるわけですよね、はい、ですから逆に言えば、これで抑えてもらった政治家っていうのは
一生この連中に頭が上がらないのか、自分が偉くなっていけば頭が上がらないわけですよね。あのこれ最近のこの報道の中で、以前は官僚主導の人事というものがそれは普通当たり前だったところが、これ小泉政権あたりからだいぶ変わってきて、内閣に人事局というのができて、そこがその、まあ、要するにいわゆるその官僚の幹部級の人事までこう司るようになって、その象徴が今菅官房長官と言われている。で菅さんのこの人事の采配というものに対しては誰も何も言えなくなっちゃったってことも報道で出てましたけども、はい、ところがどっこい兄はからんや。そうですね、官僚はもっとしたたかだったんですか。で、まあ、あの萩生田さんが、うん、あの内閣人事局の一番の力を持ってるわけですね。で、あの付け足した文章は誰が付け足したのかと、うん、萩生田さんだろうと言われてたら、はい、さっとこれは私が言って、うん、付けさせたんだという人が出てきたんですよ、これはもう彼がかぶったのか、うん、真実本当にその通りだったのか、うん、これ藪の中ですけども、一つ間違えれば全て俺が洗いざらい言ったらどうなんだよという状況だったと思うんですね、うん、ですから今日の朝日新聞の状況を見ていくと、これで完全に官邸主導とか言いながら、実は官僚が全て握ったんじゃないかと、うん、この政治のごたごたの中で、うん、最終的に国民の代表なんて小馬鹿にしていると、うん、あれだけ国会で真実を明らかにしろと言われてですね、調べる必要がないと、うん、選ばれてきた国民の代表に対して、うん、お前が何を言うと俺は調べる気ないんだよと、うん、それで使った時間が12時間って今日書いてあるわけですね、はいはいはい、同じことの繰り返しの中で12時間時間を無駄にしたと、結局役人たちは逃げ切ったと思ってると思うんですね、うん、これはやっぱりこういう国会を国民が信用しなくなる、うん、こういう内閣を信用しなくなる、うん、当たり前だと思うんですね。ですね、あの国家戦略特区の話っていうのはこれで全てが終わるかっていうと、もう国会一応閉会しますけども、野党は閉会審議っていうのは求めてますけども、これがねまた新たな火種がまだ出てくるんじゃないかとも言われてますし、加計学園以上のもですね、あの第2弾がですね、出てくるんじゃないかというのはもうかなりですね、各報道機関はもうその資料を全て集め始めてる、はい、から各報道機関が火をつける前にもう一部の週刊誌はですね、もう少しだけ裏が取れれば行くかもしれないという状況に来ているのと、からあの野党もかなりあのプロジェクトチームを作ってですね、資料収集しているという状況で、我々の中ではですね、いつこれは弾けるのかと、これがあるからとにかく国会閉じたかったんじゃないかと、はいはい、家計の問題で逃げるというよりは、うん、この火の粉が振りかぶってくるときに国会開いてたらまずいんじゃないかと、うん、家計程度で済まないぞという話が随分出てますね、うん、3段ロケットのように森友が初段だとすると、第2段が家計で第3段がまだあるんだということでいうと、この今回の、まあ、自民公明の慌てぶりっていうのはそういうところにあったということなんですが、例えばその、まあ、第3弾が果たしてどのような形で明らかになるか分かりません、これはもう本当にその報道機関とかその出版社によるんでしょうけども、 そうですね、そうなった場合、まあ、あの野党が求めてるその賭けの問題も含めて その閉会中でも審議ができるんだという、これ実際可能になってくるんですか、ね、でも実際にですね、あの応じなければ開けないわけですから、はい、ですからあのよく言われているように、あのアメリカのようにですね、うん、議会と関係なく、うん、FBI とか CIA にこんな問題があるじゃないかとか、うん、司法長官に対してこうじゃないかとか、うん、特別検察官をまた解任しようとしてるんじゃないかと、それは別個に審議できるようにしましょうよと、うん、閉じちまったら何を言われたってそんなもどこ吹かずだと、うん、国会行ったって誰もいないんだからと、うん、会議中の審議ができると言いながら、これ有名無実になって、うん、俺たちが応じなきゃそんなもん開けないんだからと、うん、閉じようと思ったらいつでも閉じられるんだからというのは、特にこういう非常に一強体制のですね、力関係がいびつになっているときは、そういうルールを作っておかないとやりたい放題じゃないかということになると思うんですね。ですよね。それじゃ本当大谷さんのお話聞いてみると、やはり官僚の
人々のしたたかさというのは、はっきり言えばどんな問題出てきてもやなんとかなるんだと、まあある意味矜持でもあると、プライドでもあると思うんですよね、自分たちの行政マンとしての。ただ今回のことに関して言うと、その生命力の強さというのは本当に感じますね。一番間違えてるのはやっぱり首相官邸というのは、ね、誰が考えたってやっぱり行政府なわけですよ、はい、で国会という立法府を我々は信じているわけですよね。で官邸主導ってことは簡単に言えばですね、行政主導じゃないですか。そうなれば行政官である役人は全部俺たちの味方だよと。だって官邸は全部我々の主導の中で動いてるんだと。官邸主導なんてのは聞こえはいいけど俺たち主導だろうと、だから何でも官邸団って言われるんだと、話はそれましたけど、いやいやいや、いうことだと思うんですね。そうするとやっぱり司法が全く機能してない中で、立法府は小馬鹿にされてる、国民の代表は何やと調べる気ないよと、何べん同じこと聞くんだと言ったら、官邸と行政府が一緒になったら誰が一番偉そうにするのかと。政治家はくるくる変わってるかもしれないけど、役人は次官まで上り詰めるんだと。何年俺たちやると思ってんだと、22歳で役人になって60までやってんだぞと。そんなもん4年に一遍出てくるか出てこないかわからない役人とどっちが強いと思ってんだって言ったら、本当に向こうが力を持ってしまうと思うんですね。ですね。でこうなってくると、今回、下落傾向にあるその安倍内閣の支持率ですね、これ世論調査って必ず揺り戻しもありますん で、 そうなんですね。6月実施調査、7月実施かな、になってくるとどういう形に出るか分かりませんけど、今回どちらかというと、安倍さん、自民党の、安倍さん周辺ってのは、いや下がっても、たかが知れてるよと思っていたのが、ここまで下がってくると、いやちょっと待てよという形にはなりそうですかね。ここで安倍内閣がどういうふうに出ていくかと思うんですね。我々が見ていくと、悪役を菅さんにですね、どうも押し付けてるような感じ、週刊誌見てても非常に菅攻撃になってきてるわけですね。安倍さんがそこをですね、防波堤にしてるのか、あるいは菅さんがですね、やってらんないやもうこれはというふうに来るのか、そこら辺はこれから都議選をの結果を踏まえてですね、ちょっと目が離せないなって感じがするんですね。盤石と思われていた安倍城も、そうですね、ね、ちょっとこう昨日の一部の全国紙が鉄壁と言われた菅さんのディフェンスが崩れたと、最後の最後で特にこの賭け問題めぐって怪文書と言ってしまった処理を完全に間違えて、ここで潮目が変わったという書き方してましたですね。そういうことに非常に長けてる政権ではあったんですけど、一番得意技っていうのは印象操作もそうだったんですけども、それがそう裏目にこう出てるっていうことになってますよね。ちょっと終盤崩れたという感じのですね、野球で言えば7回8回9回で、あれって感じになってきてるというところじゃないかと思うんですね。あともう一点、大谷さん、それをって陰で笑っている人は自民党には結構いますね。います。それとやっぱり今日は朝日新聞の記者座談会もしてましたけど、やっぱり民進党のですね、腰の砕け方、自分たちが入手した資料があったにもかかわらず、かつてのガセメールに懲りてですね、それを共産党にですね、手柄を譲るというぐらい民進党腰が引けてたという批判もですね、やっぱり民進党の幹部はですね、ここまで言われるかというふうに受け止めてほしいと思うんですけどね。